石山です。和也です。ケピツンツン。おすばし。はい。今日もね、お便りがね、届いてるみたいなんで、今日、来てます。今日は、女性でした。女性17歳、風俗嬢。おい、職業まで書いてあった。書いてありました。何を何を今回ですか。アソースの定番アフターですね。あー、どこ行くのかって。多分その子、来たいね、多分ここ。いや、ワンちゃん来てますワンちゃん来てます。ワンちゃん来てます。仕向けようとしてる。定番か、定番ってほどアフターの体験がないんだけど。ないバレないんですけどね。C 社は行ったよ、C 社は。最近流行ってますもんね。C 社どうでした。いや、C 社行ってテキーラばっかり飲んで終わった。C 社じゃなくて、それバー。それはバー。あれ、振り返るとか言って、その前でタクシー降りてた。実はや。めちゃくちゃ私、金の話をオーラ出して、めちゃくちゃ実はケチで金ないやつだって。実はや。実はやですよ。大体みんな言うのはランチとか言うじゃないですか。あー、言うわね。ランチか、ホテルのサービスタイムで休憩みたいな感じじゃないですか。サービスタイムで8時間ぐらいやるからね。8時間も入れる。8時間ぐらい入れますよ。その格好で行くの業者の人だよ。金払わないで入れそうや。はい、この空調の昆布箱持ってね。バリアン302号室ね。ラブホテルがいいんだ。やっぱり手取ればいいっすよ。パッとセックスしてパッと考えるから。2分あるあるなんだ、ラブホテル。あるあるらしいっすね。自分の話じゃなくて人から聞いた話なんですけど、はあはあ、とある人のアフターが2部って営業終わりから、はあ、まあ、昼まだ電車も動いてるじゃないですか、はあ、そのまま箱根まで行って、はあ、で箱根で一泊して、はあ、朝一の、ね、電車で帰ってきてまた同伴してみたいな。神神なすごいそれすごいね。相当持ってますよ。いや無理だ。気合がすごいな。気合だな。どれぐらいかかるんですかね、箱根まで片道。いや全然1時間半くらい。あ、でもそんなもんなんすね。あ、じゃあ全然いいな。いや、ってことね。いや、ないっすよ。行きたい行きたい。誰か募集したいっすよ。一緒に行く人っつって。新宿のホスで、あの箱根温泉行ったことないっす。いないから。自分ないやん。いや、絶対行ったことない。絶対エースと一回は行ってるから、みんな。俺あるの。あります?いや、でもアフターではないでしょ。アフターがないっすね。アフターホテルっす。アフターホテル、そこは。ビジョンじゃないっすか、ホテルって。これコンドームないじゃないっすか。合法的に生でできるみたいなのがあるんで。どっちかが持ってない限りは出ないじゃないっすか。生でするしかない。持ってるしね。それで行きましょう。やりましょう、それ。みんな。アパを予約しとけと。やばい、はい、予約して呼べよ。はい、さっきまでみんなやってるって言ったのに。急に急にマルコさんマリアンみたいな。おう。ビジョンよりも満喫とかの方がいいよ。食べやすいからさ。やばい。抵抗運する。二分アフター満喫？二分に限らずですけど。満喫のセックスはね、未だに興奮する。シャワーないじゃん。シャワーあるじゃん。あるし。シャワー浴びてないチンコ舐めさせるのもよくない？ああ。あるでしょ、満喫にセックスしたことが。いや、昔はあるよ。最近は、最近言ったら怒られそうやな。お前はそうやな。俺やばいよ。俺はもう伝われるよ、今のこれは。あ、やばいっす。今日は行っちゃいますよ。10時間で6回セックスしましたよ。やばいですね。やばいね。アフターで県外です。キスマークババ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 消えるまで誰とも。いや、もう会えない会えない。しかもワイシャツが着れないし、絶対。もうこの間ついてるみたいな。え、ないっすよ、俺。それでも揉めてなかった。いや、違う。揉めてないんだよ。揉めてなかった。あったな、その。え、あったな。ワオ！アフター、なんか歌舞伎町以外とか。これはプベルに行きますよ。映画。一人でしょ、それ。一人でしょ。女の子。嘘だ。俺一人で行ったと思ってた。いや俺こいつ一人で行ったって言って。しかもいや、こいつさんも一人で行くんですよ。本人は行ってほしいよ。プペルね。映画行ったらもう寝るくないっすか。いやでも、最初になんかゴミ人間がゴミがくっつくみたいなのがあるんですよ、シーンが。で、俺そこからも記憶ないですよ。プペルの話、現実の話。プペルっすね。誰人間にゴミがかかる。どういう好きに。プペルの話ね。でもそこで寝ちゃって起きたらエンディングでカディサック書いてました。奇跡が近づいてるって言ってカリサックって言った終わりかけやん。あれいいっすね、フラットシートみたいなのあるんですよ。2部の場合酔ってるじゃないですか。あ、でも寝ちゃうんです絶対。はいはい。これ両方隠れてるんで寝てるだけなんで OK っす。2部の2部のフラットシートの映画でフラットシートの映画で寝る。で寝てる間にキスマークだ、確認される。いや俺は寝てる間じゃなかったっすよ。気づいたら気づいたらでしょ。気づいたらやばい。こういう、いやマジですごかったっすからね。そんだけのめり込んでたのね、気づかないぐらい。確かにちょっと盛り上がってましたね。気持ち入っちゃった。気持ち入ってそれやばいっすよ。それ危ないっすね。使われちゃうよ。いや絶対使いそうだって。おい
反応が面白ければ面白いほど使われちゃう。その子はなんかおしっこ好きらしくて、ペットボトルにおしっこ入れてあげます。使われちゃうよ。イニシャルだけ言っとけば。あるある。じゃあおしっこあげましょう。飲んでた？飲んでたよ。おしっこあげました。まあ、おしっこ欲しいっていうのあげましょう。どうなの？ニムのアフターの何がいいの？おしっこっすか？おしっこじゃない。全然違う。多分その映画か、休憩じゃないですか？ラゴおしっこ。おしっこしかあげる。おしっこしかもう絶対これ使われるから。はい、プペル行っておしっこか、はい、休憩しておしっこ。どっちみちおしっこ。おしっこ大事っすね。はい、おしっこ大事っすね。すごいなぁ。まあそんな感じで今回は、はい、そうですね、この動画多分良かったと思う。はい、いや、おしっこはもうきついんで、はい、チャンネル登録ください。あといいね、コメントください。はい、お便りも一応ね、欲しいです。みんなの DM まで。おすましでした。しゃ